ボーラタールは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、マールブルクビーデンコプフ軍に属す、町村である。バールタールは、東のケラーバルトと西のブルクバルトとの間、ボーラ川沿いに位置している。近隣の、より大きな市には、南のキルヒハインと北西のフランケンベルクがある。ボーラタールは、北はローゼンタール及びゲミュンデン、東はギルザーベルク、南と西は、 ラウシェンベルクと境を接する。この町は、ボーラタール、ハルスドルフ、ランゲンドルフ、ヘルティングスハウゼンの4つの地区からなる。ボーラタールの町議会は、15議席からなる図柄、中央よりやや高い位置で、銀の波帯を挟んで赤字と青字に、上下に分割。上部には3つの銀の星、下部には、銀の十字型勲章。名前の由来となったボーラ川を表す。 波体の他に、星と町の四つの地区を表す十字型勲章が描かれている。星は、かつてこの町が属していた、ツイゲンハインハクを思い起こさせ、様式化された茨の冠である、マルタ十字の形の勲章はユグノー派の集落である、ヘルティングスハウゼンを示している。バホルダーバイデランゲンドルフ自然保護地区は、マールブルクビーデンコプフ郡の自然文化財の一つに数えられる。 軍統局、ヘッセン州の鳥類及び自然保護協会、ヘッセンの森は、このプロジェクトのために協力している。購入や交換によって獲得されたいつの自然文化財地区は、海田市によって拡大し、一つの広い地域に統合された。2008年12月に、丈夫な柿で囲まれた全辞書が草を資料とするために、供されている。2009年春に、 動物の避難場所がランゲンタールに作られた。土地の取得や建設は自然保護法の負担調整税からリファイナンスされている。面積15ヘクタールの地域は特にこのために設立された民法上の団体ランゲンドルファーバーホルダーバイデによって管理されている。2009年6月現在、10社の参加者はランゲンドルフとボーラの畜産業者や動物飼育者である。 導入された動物種はギャロウェイ牛からフィヨルドバ、ボーアヤギ、レンヒツジに及ぶ。ありがとうございます。